超音波検査、超音波検査、超音波検査とは、超音波を対象物に当てて、その反響を映像化する画像検査法である。超音波検査は、非侵襲的な検査手法である他に、X 線画像検査などとは違って、超音波検査には被曝の心配がないため、放射線管理も不要なので装置さえ用意すれば、病室でも行える上に、火を変えて、 検査を何回行っても問題ないこともあり、医療分野広く利用されている。また、近年、金属材料などを対象として、レーザーを用いて、超音波を冷気、計測するレーザー超音波計測が行われている。本校では、主に医療用超音波検査について記述する。対象物に求む振り子を当てて、超音波を発生させ、反射した超音波を受診し、 画像データとして処理する。超音波を発生させると、ごく短い時間のうちに、その音は対象物の中を進んでいき、骨などの硬い組織に当たると大部分は反射する。また、組織の境界のように正常が変わる場所でも一部が反射したり、散乱が起こる。その後、対表まで戻ってきた超音波を検知する。この時、超音波を発生させてから、 その超音波が、太表まで戻ってきた時間を計測することで、太表からの反射が起きた場所までの距離を知ることができる。なぜなら、音速を V、超音波の反射点までの距離を得るとすると、組織中の音速を一定と仮定した場合、太表まで超音波が戻ってくるのにかかる時間 T は、と表せるので、と求まるからである。基本的には、これを利用して、 生体内部の様子を可視化する。ただし、超音波が単色庫から放射されると、超音波は減衰していくので、ある程度の強さの超音波を必要とする。しかしながら、超音波の強さを上げすぎると、超音波が減衰するときに熱を出すため、この熱によって生体に打撃を与える、可能性がある。そして、約1の強さだと、 超音波のエネルギーそのものによって細胞そのものを破壊する。したがって使える超音波の強さには上限が存在する。なお、約0.1程度の強さまでの超音波であれば、超音波による加熱作用も問題ないとされる。また、血流のように動きのあるものに対しては、ドップラー効果を利用して動いている方向を調べることも行われる。これを利用して、 例えば、心臓の白質量を調べたり、血流の逆流がないかを調べたりすることができる。基本的に、超音波は液体、固体がよく伝わり、気体は伝わりにくい。そのため、液状成分や軟体の病質に優れており、実質臓器の病質能が高く、肺、消化管の病質能は低い。また、骨は表面での反射が強く、 骨表面などの観察に止まる。開発当初のエコー検査では、音波を一方向のみに発射するだけのものであったが、その後改良され、線上に音波を発生することで、対象物の断面画像がリアルタイムに見られるようになっている。主に、以下の画像モードがある。受信したエコーを表現するための方法はいくつかあるが、A、アンプラトゥード、深幅モードと B、ブライトネス。 気度モードが基本となっている。超音波は直進性に優れており、音響インピーダンスの異なった物質間の境界面で反射が起こり、受信するまでの時間をもとに物質までの位置を計算することができる。物質までの距離を横軸にとり、反射したエコーの振幅を縦軸にとったグラフが A モード像である。原理としては重要であるが、A モードは実際の検査には、 あまり用いられない。A モードでは、エコーの振幅と位置を表示していたが、この振幅を点の明るさ、輝度として表示したものが、B モードである。一本の超音波ビームでは、一時元像しか得られないが、複数の超音波ビームを発生させると二次元像を作成することができる。単に超音波断層検査といった場合には、B モードを指すことが多い。M、モーション。 動きモードとは、断面上の、さらにある位置直線上に注目し、そこでの音波反射の強樹変化が増加する検査である。心臓のベニや、心筋の動きなど、動きのある部位を、時系列で観察できるため、ドップラーエコーと同様心エコーでの有用性が高い。ドップラー効果によって、反射した音波の周波数が変化することを利用して、物体が、 プローブに近づいていいててるるる。ののかかか遠ざかっているのかを判定し、画像を評価できるドップラーには特定位置の超音波ビームの周波数変化を流速に変換しグラフ化するドップラーモードと B モード画像上に指定した領域での流速変化を色で表現するカラードップラーモードが特に新エコーで心臓の血流を評価する際に有用であるカラードップラーでは赤方変異 青方変異がそれぞれ遠ざかる、近づく場合のドップラーシフトに当たるが、医療用機器では逆に近づく、遠ざかるを表示している。カラードップラーに比較して感度が高い。一方、フレームレートは落ち、分解能も落ちる。B モード並みの分解能とフレームレートを有する、表示方法。メーカーにより、名称が異なる。 主に以下のような検査の種類がある。体表よりアプローチし、肝臓、胆脳、膵臓、脾臓、腎臓、子宮、卵巣、前立腺等の腹部の実質臓器や妊娠中の胎児の評価を行う。また、胃、大腸、中水等の描写にも用いられる。ただ、子宮、卵巣、前立腺等は、体表腹部超音波検査よりも、軽質、 胸行門超音波検査からの病室の方が、優れている。体表よりアプローチし、心臓、大血管の評価を行う。心行内に関しては、体表心臓超音波検査よりも、軽食道心臓超音波検査からの病室の方が、優れている。体表よりアプローチし、頸部の甲状腺、副甲状腺、頸動脈、頸上脈の評価を行う。 体表よりアプローチし、ちぶさの評価を行う。体表よりアプローチし、腹腔内の大動脈、大静脈や上肢、下肢の動脈、静脈の評価を行う。膣内よりアプローチし、子宮、卵巣等の女性器の評価を行う。体表よりアプローチして、筋、腱などの形態診断と機能診断を行う。男性肝を用いて、上部消化管や、 期間史の構内よりアプローチし、間壁や周囲臓器の評価を行う。対象物を破壊せずに、構造内部の評価が行える、非破壊検査として広く利用されている。またその検査方法において、超音波単焦試験と SAT 試験の2つに、大別される。対象に、直接、単色光当て評価を行う方法。鉄鋼構造物、電力、 化学プラントなどにおいて構造物内部の欠陥や原肉調査を目的に使用される。製作時と経年変化をチェックする場合があり、例えば建設物の欠陥や老朽化を測定したり、材料や部品の内部検査を行ったりする目的で超音波検査は実用化されている。日本国内では社団法人被破壊検査協会が認定技術者の資格を発行している。 鉄骨に関しては、通称、全高連の資格が求められることが多い。スキャニングアコースティックトーマグラフ。SAT は、水などを媒体として、対象を映像化する方法。ともフレコから対象へ水を媒体として、超音波を発信し、その反射もしくは透過の強弱にて、内部構造を映像化する。金属鋼材の接合部、半導体パッケージ。 ウェハーなどの検査に使用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。